皆さんこんにちは、樋口からも彦です。今回のお話はですね、なんて言うんでしょうね、エンジンをかけるだけで使ってないのになんで壊れてしまうのっていう、そういう事情をご説明したいと思います。と言いますのも、私、YouTube やる前、ブログの方で10年ぐらいね、いろいろエンジンの焼き付きについてとか、そういうのとかね、チェーンソー、仮払い機、エンジンカットとか、さまざまなことをご説明させてもらってきました。なので、そういったブログを見て、お電話していただく方が全国からいらっしゃいます。教えてほしいということで。で、その中でね、木を切ったり、実際に使うことなく、点検で使う職業の方、全国にいらっしゃる方、そうなんです、消防署の方とかですね、自衛隊の方からね、なんで壊れちゃうのっていうことで、ネットで探しても理由がわからないっていうことで、当店にね、教えてほしいっていうことでご連絡をいただくことがちょいちょいあります。それで先日もね、お電話いただきまして解説させていただいたんですけど、やっぱりインターネットで探しても転がってない、その情報が転がってない。ただ上司に報告するにあたって、なんで木を切ってないように焼き付くことがあるんだっていうことでね、怒られてしまうから、どうにかうまく説明できませんかっていうことでお問い合わせいただいたので、やっぱりそういうことってあんまり載ってないんだなと思いまして、なので、ちょっと今回動画でね、その解説をさせていただきたいと思います。はい、なんで木を切ってない、コンクリートを切ってないのにエンジンが壊れてしまうのか、理由がね、消防署の方とか、自衛隊の方とかね、エンジンの始動点検で使う時間って、実際始動するかエンジンか、かけるだけなんですよね。それが、2、3分から5分とかそんぐらいだと思います。1台あたり、その1台あたり5分以下っていう時間とかがかなりエンジンに負担がかかるんです。対してかかってないように思いますよね、一般のエンジンのこととかわからない方で。正直私もなんで壊れるんだろうって、最初エンジンが壊れたっていうのでね、持ってきていただもらった時に、これメーカークレームにしなきゃいけないのかどうしようか、すっごい悩んで相談しました。それで私もね、その対して使わない時間を毎日繰り返すことでのエンジンの負担がかかるっていうことをね、そこで学んだんですけど、車なんかでもね、通勤で使うのが一番エンジンに負担がかかるっていうんですね。なんでそのエンジンに一番負担がかかるかって言いますと、水分なんです。私もこれ最近ね、YouTube の方で勉強したんですけど、チェーンソー仮払い機とかエンジン関係を多く取り扱って売って、オイルには気をつけてくださいねって言ってる割には、車の方はね、走行距離によってオイル交換をちゃんとすればいいやぐらいにしか思ってなかったんですけど、エンジンオイルに入れる添加剤だったり、成分、あと添加剤ですね、ワコーズのフュエルワンとか、そういったのも YouTube やり始めてから、他の方のチャンネル見るようになってから試したり見たりしたら、すごい確かに効果を実感したんですね。そういったのもあっていろんなチャンネル見てました。で、そこでクラシックカー、クラシックカーっていうんですかね、50年ぐらい前の車を今も現役で走らせるためにいろいろレストアしたり直したりしてる、京都のハンナリチャンネルさんですね、なんかでもお話ししてました。クラシックカーは5分10分バッテリー上がらないようにエンジンかけるより、ちゃんと待ち乗りしてあげないとエンジンに負担がかかる、壊れるんだってお話ししてました。で、2サイクルエンジンと一緒なんだっていうふうに実感いたしました。5分から10分かけるとエンジンの燃焼室が大して温度が上昇してないんですね。おそらく消防署の方の始動時間っていうのも、エンジンがかかればで吹き上がればよし大丈夫だっていうことでエンジンストップさせてしまってると思います。そうするとね、中途半端に温度上昇してしまってるんですね、燃焼室の温度で。空気中の水分がエンジンの燃焼室の中に、もちろん空気を吸わないとエンジン燃焼しませんので、その空気中の水分が結露してしまってベアリングなんかに付着しちゃうんです。それで錆びさせてしまったりとか、先日いただいたお電話いただいた方はエンジンが焼き付いたって言われたんです。なんで木を切ってないのにちょっとしかエンジンかけてないのに焼き付くんですか、それをちょっと教えてほしいっていうことでお電話いただいたんですね。
あのちょっと上司に説明できないから教えてほしいっていうことで、でその修理屋さんからはオイル間違えたんじゃないのぐらいにしか言われなかったそうです。で実際私も経験のある、消防署さんの、エンジンの内部の故障っていうのは焼き付きではないんです、どちらかというとベアリングが摩耗してベアリングの金属粉が飛んでしまってエンジンがの内部に傷つけてしまって燃焼室ぐちゃぐちゃになってしまってエンジンの世界というか買い替えなきゃいけないぐらいの価格の修理になるっていうパターンが多くですね。でなのでおそらくそっちの方じゃないかなと思いました。でまあ簡単に言うとエンジンの燃焼室ピストンシリンダーに傷がつけば焼き付きって言っちゃうので、あの実は焼き付きじゃなくて、まあ、そっちの方の破損なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、水分が点滴なんですね。で結露したのがどんどんベアリングを摩耗させたり、あとオイルの油膜を流してしまったりしてしまうことがあるんです。そのなんでそんなにエンジンの燃焼室なんてそんな大きくないのに、あのそこに入ってる空気中の水分だけで破損してしまうのって思う方が多いかもしれませんけど、今2年10月16日です。あのエアコンを切ってエンジンかけとくだけでも、いや車の中の窓の内側に結構結露しますよね、水滴つきますよね。そういったのが結構な量の水分空気中に実は含まれてるんです。そうなんです、あんまり気にしてないだけで結構な量が空気中の水分にあるんですね。でコップなんかでも氷入れて置いとくと結構な量の結露しますよね、コップの周りにっていうぐらい空気中かなり水分含まれております。なのでエンジンの内部の中途半端な温度ですね、でエンジンの内部の燃焼室の中に入ってきてる空気とかでも結露を起こしてしまうっていうのがそのエンジンに負担がかかってしまう原因なんですね。なのでしっかりエンジンかけて使った方が本当はいいです。でそのぐらいの空気中の水分であればもっと燃焼温度というか燃焼室エンジンの温度が高ければ蒸発してしまうんですね。それが蒸発できないぐらい、まあ結構量残ってしまうぐらいの中途半端な温度の上昇の温度だったっていうのは考えられます。それが毎日の積み重ねでどんどん水分ができていくことで壊れてしまうっていうことなんですね。でその先日お電話いただいた方もそうですし、うちのエリアでの消防の関係の方とかでもそうなんですけど、なんでこれだけ焼き付いたんだろう、他のエンジンは、ね、他の機械は焼き付いてないのに壊れてないのにって皆さん思いますね。同じ燃料を使ってるのになんでこっちだけ壊れてこっちは壊れてないんだろう、同じ現象が起こりうるんです。はい、けどたまたま徐々にその結露してしまってベアリング破損してしまったり金属部分の腐食をしてしまったりしてエンジンの内部で破損が起きてそれが飛んで壊れてしまうっていうのが、使ってないのに試運転しかしてないのに壊れてしまうっていう原因なんですよ。で私の推測です。こういうふうにですね、カジュアルチェーンソーはプラスチックボディです。プロキアルミダイキャストです。エンジンカッターもアルミダイキャストです。私の経験でいきますと、高排気量なもの、そしてクランケースが金属製であることで結露が多い気がします。そうなんです。なので意外と、高排気量なものに多い印象なんですけど、プラスチック樹脂の方がその結露がやっぱり少なくて、アルミダイキャストのクランケースなんかがそういった結露が温度を伝える熱を伝えるのが早い分ですね、逆に結露の量も多いような印象があります。なのでね、まあそれが正解かどうかわかんないですけど、やっぱり耐久性があるタイプのやつの方がそういった試運転だけ毎日するっていうねエンジンに対してはかなり、結露してしまってエンジンの内部燃焼室の内部に水分ができてしまってるんじゃないかなと推測しております。でどうすればそうならないように、そういう壊し方できないように予防できるか、正直正解は分かりませんけど、今ですね、試してもらってるのがあるんです。試してもらってるというか、理屈としましては、ベアリングの摩耗が
私のところでは多かったので、ベアリングは摩耗させないようにしよう、錆びない、まあ、錆びさせないようにしようっていうことは油膜をで保護しようっていう考えなんですね。でそこで、まあ、エンジンオイルがちゃんとしたものであれば、その油膜が切れるリスクが少ないんじゃないかっていう考えのもと、スチールの HP スーパー以上を使ってくれ、 HP スーパーもしくは HP ウルトラを使ってくれとお願いして、今こっちの方を使ってもらってます。まあ、ここ 5,6 年ですね、これを使ってもらってるところでは、そのエンジンの内部のベアリングの破損っていうのはないです。他メーカーの混合オイルを使ってるところではまだあるんです。で入ってきてます。でオイルを聞くと、他メーカーのチェーンソーメーカーであるんですけど、そのオイルだったりします。なので HP スーパー以上推奨して使ってもらってるところでは同様の故障が起きてはないです。はい、というオイルが良ければ、実は結露した水分で油膜が切れてベアリングが摩耗していくっていうのを防げるのかもしれないです。ただまだね、ここ 5,6 年のお話なので、毎日の試運転でのその故障が それを使ってもらってるところは起きてないっていうだけでね、まあ今後どうなっていくか分かりません。実際運転だけで壊れてしまってる機械、高年式のものもあります。20年ぐらい使っ、まあ置いて試運転してて、20年後にその使ってないけど試運転だけで同じようにエンジンの内部が壊れてしまったっていうね、そういったのがあったりするので、でうちのサブ店さんの絡みで、青森の方からもね、同じような同様の消防署絡みの修理の依頼とかも当店でやったりするんですけど、なのでそれもあって全国の消防署さんのあるあるの故障なんだなというふうに認識しております。まあ、特にね、寒暖差が大きいシーズンになってくると、まあ、冷えてくるとエンジンの温度に対して外気温が冷えてくると結露しやすくなっちゃうので、なのでエンジンの内部の結露っていうのはすごい点滴になります。やっぱり5分10分だと5分いかないですね、まあ、10分でも微妙ですね。とその中途半端な、ね、燃焼室の温度上昇っていうのが空気中の水分を蒸発させきれないっていうのが原因になってるようです。なのでおそらく、じゃあ試運転しないで置いといてくださいっていうわけにもいかないお仕事の方たちなので、エンジンオイルの方ですね、チェーンソーメーカーのもの、まあ、できればスチールがいいかもしれません。私はスチールでおすすめしてました。というのも他のチェーンソーメーカーのオイルを使ってる場所での故障っていうのもあったので、じゃあ こっちでどうですかっていうのでおすすめしてる場所のところは壊れてないので、エンジンの燃焼室に残るオイルの性能次第でそれは防げるんじゃないかと思って今検証してもらっております。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとね、ちゃんとしたご説明になってるかちょっと不安ですけど、まあ燃焼室の空気がの中の水分が原因だったということですね。なので、オイル気を使ってみていただければと思います。まあこれで解説でとして、ご理解いただければなと思います。まあなので、この手の、お問い合わせの電話、動画の方で確認していただいてね、電話とかでご説明してもなかなか難しいので、ネット検索でもやっぱり消防署さんの故障事例って公表されづらいんですよ。なので、そういったのが全国であるんだ、まあ、結露してしまって壊れるんだっていうことでね、ご理解いただければなと思います。まあ、エンジンの内部に本当負担かかるのが通勤でぐらいの、での移動での始動時間がかかると言われるぐらい、チェーンソー仮払い機でも一緒なんです。エンジンカッターもですね、エンジンものに関してはその 中途半端じゃないですね、短い時間でのエンジンの、始動時間っていうのが負担がかかるということで、ご理解いただければと思います。まあ、理由としてはその水分ですね、空気中の水分が悪さしてしまうよ、だからオイル重要だよっていうところですね、を知っていただければなと思います。まあ今回の動画、こういった、故障事例を言葉だけで紹介させていただきました。よかったなと思いましたら高評価お願いいたします。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録お願いいたします。それではまた。